八代広方は、江戸時代中期から後期にかけての江戸幕府御家人、国学者。通称は太郎。合派は地。江戸神田明神家の幕臣、八代ロ・ただし多遊の子として誕生。署名は、セントラ。その後、意味名を、千賢、広方、千竹の順に改める。七歳の時から、幕府憂出、森印象に書を学び。 安永8年22歳で家督を継いだ。天明元年にしまる台所に出資した。芝野立山に従い、天明2年に幕府の表有筆として出資する。天明6年、本丸可規役となる。完成5年、奥有筆所詰支配勘定格となり、文化元年3月、勘定格として、おまみ以上に昇進した。文化2年。 ロシアに対する幕府の編書を清書した。花は補機地に国学を学んで、軍書類中の編纂に加わる。後に、和学講談書の回答を務めた。死没時は、奥有筆書詰奥有筆書。夕食古日、書士学に優れていたほか、仕事柄の書家としても知られていた。幕名によって、関西重修書家府、古古に溶蘭校。 修古十種の編纂にも従事した。京都、大和の古社寺を訪れ、古宝物の調査をした時の記録、道の功を表している。芝野立山、奈島市直、小山田智清、大田南保、谷文長らとも信仰があった。また、広方は、蔵書家としても知られ、上野市のバズ池のほとりに、蔵書五万冊を収めた書庫を築いて、 死のばず文庫と命名され、蔵書目録、死のばず文庫目録に出版されている。金意識。ありがとうございます。